通勤列車、通勤列車、通勤電車は、大都市の都心、CBD と郊外との間を結び、通勤、通学に供される目的で、主に運行されている列車やその路線を指す。英語では、リージョナルレールリージョナルレールあるいは、コミューターレールコミューターレールと称され、通勤鉄道の訳語が当てられることもある。通勤列車は毎日勤務先と家との間を、 往復する大量の住民を運んでいる。大都市周辺の地域鉄道サービスは近年世界的に関心が高まっている。その背景には道路混雑、化石燃料への依存、排気ガスの放出など環境問題に対する意識の高用や自家用車の所有、駐車、通行、燃料などの費用の増加への危機感がある。ヨーロッパやロシアでは全域で 通勤列車が発達しており、フランス語圏ではラー、旧ソ連諸国ではエレクトリーチカ、ドイツ語圏ではエスバーン、スペインではセルカニアスと呼ばれている。アジアでは日本とインド、イスラエルで非常に発達しているが、その他の地域では首都を除くとあまり発達しておらず、地下鉄やライトレールが通勤列車の役割を担っていることが多い。アメリカでは 私鉄は原則として、貨物専業であり、ニューヨーク市地下鉄、シカゴエル、メトラ、セプタなど、自治体が関わる形で運営されているものが多い。このほだ高頻度に運転されている都市としては、ボストン、フィラデルフィアなどがある。一方で、路線はあるものの、ほぼラッシュ輸送のみに特化しているシアトルノのような路線もあり、このように通勤時間帯以外には極端に本数が少なくなる。 ローカル戦前とした通勤鉄道は公共交通機関への依存度の低いアメリカではしばしば見受けられる。ヨーロッパやアジア、北米、北アフリカ以外で高頻度に運行される大規模な通勤列車網が発達している都市はオーストラリアや南アフリカの大都市、アルゼンチンのブエノスアイレス、ブラジルのサンパウロやリオデジャネイロくらいである。通勤目的で設計。 製造されている、鉄道車両は普通、乗客の大量輸送に最適化されている。快適な座席や手荷物用のスペースもある、程度確保しつつ、長距離列車用のアメニティ設備は省かれ、座席を増やすよりも一人分でも多くの立ち席を確保する目的で作られた車両も多い。通勤列車の走る距離は、一般的には数キロメートルから数十キロメートルに及び、速度は 時速 55km から時速 100km 超に及ぶ。客車は2階建てのものもあり、1階建てで1両あたり80人から110人、2階建てで145人から170人ほどの乗客を乗せることができる座席説も参照のこと。一般的に通勤列車は専用軌道の上を走るよう設計されている。都市中心部を結ぶ路面電車、ライトレール、 あるいは地下鉄との違いは次のような点である。特急や貨物列車など各地を結ぶ鉄道路線の上を走ることにより、一から通勤用の新路線を建設する手間は省け、通勤列車網を構築する費用は格段に安く済む。しかし、長距離列車の遅れによる悪影響を避けるため、専用の軌道を通勤列車用に当てられることも多い。 香港の MTR 等鉄線や日本の JR では、長距離列車と路線を共有しながら、地下鉄並みのキャパシティの列車、一両あたり300人以上で、座席が少ないを地下鉄並みの頻度で走らせている例もある。通勤列車専用の軌道の場合でも、その機関は、ほとんどの場合に、各国の標準的機関を採用している。したがって、を採用している国や地域では、 通勤列車も同様である日本やスイス、インド、あるいはオーストラリアの一部など、地下鉄と通勤列車を相互乗り入れさせるシステムや通勤列車システムが独自の地下路線を持つ例も各国で見られる。こうしたシステムでは密度の高い都心や住宅地では列車は地下を走り密度の低い郊外に出たところで地上へ出ている。 マドリードの近郊列車セルカニアス、ダブリンの近郊列車ダート、パリのラー、ベルリンなど、ドイツやスイスの S バーン、シドニーの近郊列車シティレールなどには地下路線が存在する。日本の JR にも地下鉄との相互乗り入れや、総武快速線横須賀線や JR 東西線など地下路線を設けている例がある。ヨーロッパやアジアなど人口密度の高い国では、 都市間の距離が短いためにインターシティ、長距離列車と通勤列車の区別が曖昧な例もある。例えば、ベルギーやオランダのインターシティは、走行距離が短く、面積の大きな国のコミュータートレイン並みの距離、速度、列車設備で多くの通勤客を運んでいる。地域によっては、地下鉄が通勤列車そのものの機能を持つ都市も少なくなく、 通勤列車と地下鉄の区別は曖昧である。例えば、上海やソウルでは地下鉄1路線あたりの距離が長く、地下鉄が通勤列車の様子を呈している一方、パリの地下鉄では路線が市内に限定されるため1路線あたりの距離は短く、通勤列車であるラーとは明確に区別される。アメリカやカナダにおいては地下鉄やライトレールと違い、通勤列車は ピーク時しか運行しない路線も多く、ほとんどの路線で電化もされていないなど地下鉄やライトレールなどと明確に区別される。通勤列車は一般的には複数の車両で編成されており、各車両ごと、あるいは複数の車両にモーターを積んだ動力分散方式の自走式客車で運転台が両方向にある列車である。国や地域によって、 客車の下にディーゼルエンジンを積んだ機動車や、第三機場や河川から電気を取る電車が使われる。頻繁な運行を可能にするため、往復運転できるように編成の両端に運転台が設けられていることが多い。機関車、動力車が通勤列車を牽引している場合もある。これは、経営資源の有効利用のため、同じ編成を長距離のインターシティ。 長距離旅客列車と通勤用の両方に使っている場合などに見られる。この場合、動力車が編成の両端につけられたり、客車最後尾に運転席を設けて、反対側の機関車を操作し運転するプッシュプル方式をとることがある。通勤列車の所要時間は国によって1時間以内から2時間以内ほどの短時間であり、このため列車の設計者は少しでも多くの乗客を、 詰め込めるように座席を設計する。典型的な例は、列車の右側と左側に、ベンチ上の長い座席が一列に並び向かい合っている、ロングシートである。この座席は座る乗客の方が触れ合うなど快適でない部分があるが、列車中央に人が立つ空間が多く確保できるほか、乗り降りも早く済む。反対に、一人でも多く座れるよう座席の数を増やした。 クロスシートを採用する通勤列車もある。アメリカなどには通路を最小化しにプラス3配列のシートを採用している場合もあるが、3つ並んだ座席の中央にはあまり座りたがらないなどの難点もある。アメリカの通勤列車の特徴として、中央部を吹き抜けとして、車掌の検察の便をよくしたギャラリーカーと呼ばれる客車がある。これは2階建てであり、座席数を多くすることで、 着席定員の増加を目指している。2階建てにして座席数を増やす手法は日本でも JR 東日本215系電車などで見られたが、日本の場合は各駅での乗降客が多すぎ遅延を招くという問題が多発したため、普通車としては普及しなかった。一方、日本では通勤時に有料で着席が保証されるライナー列車が JR 私鉄で運行されている。 前述の JR 東日本215系電車もその大きな輸送力を活かし、湘南ライナーに2016年現在も使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。